ここに平成22年の御坊市慶応の日式典を執り行うにあたり、今日の良き日を踏まえ迎えられた皆様方のご弔辞をお祝いし、式辞を申し上げます。また、模範市民並びに慶応特攻者表彰を受けられた皆さん、受けられる皆さん、本当におめでとうございます。これからもますますお元気でご活躍されることを心からお祈り申し上げます。さて、ようやく朝夕の風に秋を感じられる季節となりましたが、今年の夏は500名を超える方が熱中症の犠牲になるなど非常に厳しい暑さでした。そして全国各地で住民登録がありながら行方の知れない高齢者が相次いで発覚するなど、長寿社会におけるいろんな問題を提起したのもこの今年の猛暑であります。このことは現代社会において人と人とのつながり、近所のつながりなどが希薄になっていることも要因の一つではないかと考えられます。今本市では人が輝き生き生き暮らせる街を目指して新しい総合計画の策定を進めているところでありますが、家族間あるいは隣近所で声かけをし、住み慣れた土地で安心して暮らせる町になることを願い、魅力を尽くしてまいる所存でありますので、経験豊かな皆様方のより一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます。この後、ときめききらめき輝いてをテーマに恒例の名作劇場アイラブファミリーが披露されますので、ごゆっくりお楽しみいただきたいと思います。結びに、ご出席の皆様方のご健康な日々が末永く続きますようお祈り申し上げますとともに、本日の催しを開催するにあたり、一方ならぬご支援ご協力をいただいた多くの方々に心から御礼を申し上げまして、式辞といたします。平成22年5月5日、御坊市長柏木君。